全ては上が決めていることなんだよ。でもお前が関わってる事件はそんなに単純じゃないぞ。やめろよ、狙撃されたらどうすんだよ。僕もエビ原みたいに返されちゃったんだ。君たちは金にまみれた僕を守って金をもらってる。どうだろう。若いね。ヤマト、バルタに逃げれた。追うぞ。私が守ってみせる。はい。仕事だよ。どんなオファーですか？シルバー証券の大橋翔一。1週間以内に自殺か病死か事故死。大橋の居場所は分かってるんですか？ああ、オーシャンパークホテルの3313号室。警察のリクエストで警護課の SP がくっついてんだって。まあ余裕だろう。ホテルで4人だと目立つからジョージと2人でやってくれ。ターゲットがいい人キャラになっちゃう前に早く殺しちゃいてえな。心臓が弱いので。すいませんでした。こちらも不注意でしたから。多少強引にでもすぐに片付けますので。大体プールだったら殺し屋は入ってこれないだろう。裸のどこに武器を持てるって言うんだよ。僕だってちゃんと考えてるんだよ。どうしましょうか。仕方ないだろう。これ以上精神的に追い詰められたらもっと面倒くさいことを言い始めるに決まってるしな。ただ人の出入りが多い昼間はダメだ。夜間ということで説得してみてくれ。頼む。人の出入りが多い昼間は控えてください。具体的に何時なら大丈夫なの？それじゃあ夜の9時からでお願いします。分かった。どうした？ターゲット動くぞ。どこに？ホテルのプールだってさ。いいこと思いついたぞ。何何？念のために一回チェックアウトしてホテルに入り直すと。 SP の一人に顔見られたからな。ほら準備しろよ。もったいぶるね。
何かあったんですか。マルタイがプールをご希望だ。プールですか。危険度は低い場所だから大丈夫だろう。ハイライトって韓国でも売ってるんですか。あれ、日本語わかるんですね。貸してもらえないですよね。いい加減にしないと原稿処分にするぞ。笹松です。あ、大至急28階に降りてきてくれ。医者と山本は限界態勢に行こうだ。今手錠が降りてくるからもう少し頑張れよ。あ、はい。
SP 手ごわいっすね。違うよ、ポールとジョージが間抜けなんだよ相手の懐に入るような真似するからだよ。こけつにいらずんばとか言うじゃないですか。それ相当頭の悪いやつが作ったことわざだな。じゃあどうするんですか。餌を吊るして向こうが食いつくのを待てばいいんだよ。頭のいい魚っすね。嫌味か。違いますよ。それにしても釣れねえな。ですね。食べるんですか。後でな。火薬の染みっぽいっすね。うん、リアリズムってやつだな。何ですか。驚き者ですが、大橋さんですか。違いますか。大橋さんいらっしゃいますか。いません。困ったな。ちょっと待ってください。緊急避難だ。石田、佐藤、山本、あなたを連れて速やかに車両に移動しろ。はい。向こうで話を聞かせてもらえますか。はい。
ことしろ、井上。井上、大丈夫か？間一髪でした。多分そっちの箱はおとりです。開けてくれ。奇跡、起きちゃいましたね。最近の SP 手強いっすね。釣れないっすね。私から仕事を奪わないでください。殺されると分かってるような人間が目の前にいるのに、知らないふりをして立ち去れと言うんですか？尾形君、事件が落ち着きを見せるまで引き続き任務に就かせてください。お願いします。仕方がないな。どうしても警護を続けたいなら民間に降りてボディーガード業でも始めるといいんじゃないのか。じゃあ行きましょうか。組織の中で生き残る術を早く学びなさい。牙を剥いて生き残った人間など一人もいないよ。君には期待してるんだからな。はい、そうですか。はい、わかりました。じゃあ念のため片付けときますね。今回のようなことはもう二度とないと思いますので安心してください。なんすか？ SP が警護から外れんだって。そうなんすか？せっかく作ったのにな。本当はこんなの使わない方がいいんだから結果オーライだろ。まあそうっすけど。またお風呂で死んでもらいますか？そうっすね。ちょっと危ない、危ないから。おう、とにかくすぐに名刺の電話番号に連絡を取ってください。私からも連絡を入れておきますので。金か、金なら腐るほど持ってるんだ。尾形さんにはちゃんとお礼をする。もちろんバレないようにするから。尾形さん、
大義の仮面ってやつですか。国民の諸君に告げる。現在をもって国会議事堂衆議院等は我々の支配下に入った。理由は何？どうしてこんなことするの？早くしないと手遅れになります。落ち着けって。計画は完璧だ。失敗することはないよ。この革命行為の真の目的は諸君を覚醒させることだ。立ち上がれ。新しいリーダーの誕生の瞬間だ。これ以上 SP の名誉を汚すような真似はしないように。係長は止めてほしいんですよ。俺たちに命を守る大切さを私はあなたから教わったんです。のどかですね。本物の尾形総一郎は別にいます。俺は大義のために死ねればそれでいい。銃を捨ててください。銃を捨ててください。お前に俺が撃てるか、お前に俺が殺せるか。お前さん SP 革命編。